僕シリカちゃんみたいな。じゃあ続きまして大田市の選手と久保優太選手です。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて堀江選手お一人です。はい、よろしいですか。ノムシリカ、はい、ノムシリカパクってきます。では最後に武田選手と、はい、武田選手のマネを持っていただいて、ノムシリカパクってきちゃったよね。ごきげんよって感じ、マジびっくりした。俺パクってきたの。うん、パクっちゃった。美味しい。ノムシリカ美味しい。美味しい。パクってくるって意味がわからないからね。いやちょっとね、なんか俺もう普通に会見終わっ、まあ、会見途中か、もう途中にノムシリカちゃんみたいな、前のこの前に座ってるさ、うん、その一つ選手たちがさ、みんな飲むシリカ置いてあるの、はいはいはい、俺のシリカはみたいな。俺のシリカねえじゃんみたいな。なかったの。え、マジで。俺のシリカねえじゃんと思って、うん、ああベルトでもベルトコーナーあるからさ、うん、ああと思ったらさ、でも普通に会見終わって、うん、行こうと思ったら俺のシリカ置いてあるの。鈴木町選手でシリカポン置いてある。飲むシリカじゃなくて俺のシリカ。え、あんじゃんと思って、うん、飲むタイミングミスって、うん、でなんかはけたじゃん、はいはいはい、でなんかこのシリカがなんか6本ぐらいこう、シリカイコール雷神だよ。いやいや、これマジこう大事、はいはい、シリカイコール雷神みたいな。シリカ6本あって、 あシリカのストックあんじゃんみたいな、うん、で取っちゃおうかな。でも坂上さんも見てるし、うん、どうしようかな。で取っちゃって。その取ったのがこれ。って言うんだろう、まあ、ベテラン選手だから、うん、もう強いのはさ、もう変わら間違いないじゃん。そうだね。だから、うん、俺が勝てる勝機としては、うん、まあ、とにかく全力でいくことだよ。負けないように練習していくわけだからさ、うん、大丈夫、俺だよ。シリカ飲んでるし。もういいんだよ、シリカ。シリカ飲んでるし大丈夫、うん、じゃあ最後に意気込みを言って締めますか。そうっすね、うん、強くなりたければ飲むシリカ。ありがとうございました。